えこんにちは、速塾ののです7つの収入ね私も聞いたことがあります。あれは何で7つの収入になってるんですかね。まあ、100でも200でもあってもいいんじゃないかなと思いますしえ逆に言うと強固なね1つの収まあでも1つに依存しちゃうと本当に、うん、危ないところはあると思いますけどそれはあくまでもあの誰かに依存した収入ねそれが1つだと危ないよって話だと思うんですよ。えどういうういこととかっていうと 会社の給料っていうのは自分がコントロールできないいと思います。あくまでも自分が従業員として働いてるからその契約として入金があるけどもでもその入金があるかどうかってなかなか分かんないですよねそれこそ自分が従業,員と従業員としての立場が弱いと判断すれば、うん、給料をね支払いが遅延されてこちらとしては抵抗できないってことになっちゃいますんでこれは危険だなと思いますいしかしですね 自分が何かを求められて、先に入金いただいて、入金をいただいたことを確認して自分がサービスや商品を提供するっていう形だったら、これはどうかなと思うんですよ。これはなかなかいいんじゃないかなと思いますよね。うん、え本来商売っていうのは、そういう風にするものじゃないかなと思うんですよ。まずお金をいただくと。それによって、いただいたお金の、えー、パフォーマンスをね、発揮すると。だからね、人間はね、人間というか、日本人はね、なんか後払いが、 結構安心するのかなと思いますけども後払いなんてことするから、うん、なんかねおかしなことが起きるんじゃないかなと思うんですよ例えばね一定のお金を払って1年後にこうなって帰ってきますみたいなね投資みたいなものとかありますけどもこんな危なっかしいものはないと思うんですよでもそこに数百万円を投じちゃう人もいるんですよねこれはお金のスキルと投資のスキルがないとしか言いようがないですねだから 何がしかのお金をどっかに置いてそれが1年後に返ってくるよ3年後にこうだよっていうのは私はまさに余剰資金でないといけないと思ってるんですよだから余剰資金というと私でもね100万単位のお金を余剰資金とは今言えないんですよね今でも、うん、そんな余剰資金はないよってまあ10万20万とかだったらねいけないでもないですけどねでもお金のスキルとかビジネスの覚悟がないとなぜかね普段の 10円100円はやっぱ今日ケチると言いますかね節約するすべがついているのに100万円単位になってくるとついねポンポンポン投げちゃうことになっちゃうんですよねだからそこはちょっとお金のスキルを積み上げていかないといけないのかなと思いますねまあこれがね何を意味してるかっていうとやっぱりこう例のやつをはじめとするいろんなビジネスありますけどもねあの結局例のやつにしても国会議員現職のですよ国会議員がそして大臣が閣僚がですね 大丈夫ですすよよっっっててて言もどうななのかってことなんでで大丈夫ではないんですよ、うん。だから誰がどう保証していてもどこにどんな裏付けがあってもそれと破綻がないっていうことは結びつかないってことなんですよ。一定の安心感があるよねって,ことに過ぎない,っていうふうに今回の件でね感じた方がいいかなっていうのとあとはどこに依存するかではなくてそこで何をするかっていう自分の働きが非常に重要になってきます。 もうたびたび申し上げたんで、もう耳にたくかもしれませんけども、あの例のやつね、返礼金はなくなりましたよね。なくなったっていうか、一時的にという触れ込みですけども、停止してるわけですよ。でも私が思うのは、商品手に入るじゃない。じゃあ商品を売ったらお金になるじゃないっていう、この大きな事実は変わってないわけですよ。でもそこに取り組みもせずにね、詐欺扱いしたり、集団訴訟したりとかするのは、 まあやってはいけないってことはないと思いますけども、ただ、集団訴訟をするところがないですよね。騙されたわけでもないですし、サービスが一個なくなっただけなんですよ。八百屋さんに行って、バナナがなくなりました。売り切れでした。仕入れてません。詐欺扱いする人いますかねうん。だって昨日まであったじゃん、バナナ。だからそれを当てにしてきたのに、ないなんておかしいよ。訴訟だっていうのと私はね、同じようなもんだと思うんですよ。これはね、 皆さんがどう考えるかはまたバラバラなんですけども、私はこういうことを考えてるから、リスクヘッジがきちんとできたり、知名度を浴びないようなね、形になったり、で、例のやつに取り組むことによって、私は個人的なスキルを高めていってるんですよね。だから、返礼金がなくなってもお金をずっと作り続けることができていたんですよね。まあ今商品が入ってこないんで <laughs>、それすらできてないですけどね。それこそ私は、 詐欺だっていう権利ありますよ、私は。はっきり言って。商品すら手に入らないじゃないか。これ、どうやって自分が入金した分を稼げばいいんだって話になりますよね。いや、でも、少なくとも少し前の段階では、返礼金はないけども商品手に入るから、その商品でね、あのー、販売して販売利益を得ればいいじゃないかと。普通のネットワークビジネスだよね。ちゃんちゃんですよ。うん。だからそこが、あのー、本当にね、 返礼金依存しちゃって返礼金が当たり前にあると返礼金が返ってくる来ないのはおかしいみたいな発想になっちゃうのがうんやっぱお金を稼げるかどうかの差なんだろうなと思いますよねはいえそれでねえ今回ねジェイさん動画でいただきましたうんあのやっぱこういうふうにしたらいいんじゃないかなと思います今回の動画3分半ぐらいでしたよねこれ3分半しかかからないです メールの方がもしかしたら時間かかっちゃうかもしれまでんけどね。<laughs> 私はこれがいいんじゃないかなと思います。そしてコンテンツが一つずつ増えていくじゃないですか。動画を作るスキル、タイトルを作るスキルも上がっていきますから、うん常に何かをするときには次に繋がるようにしたらいいんじゃないかなと思います、えー。それでは本日は以上です。動画の方ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。